90年代を代表するプロボクサー、それが辰吉丈一郎である。なにわの丈辰吉は6年前の91年、デビューからわずか8戦目で世界の頂点にたどり着いた。新チャンピオン誕生。ところがその後、辰吉に襲いかかった数々の試練とアクシデント。94年薬師寺に敗れた後、桜井さんがサラゴサに挑戦した。しかし11ラウンド TKO 負け。そして今年サラゴサとのリターンマッチでも辰吉は敗れ、世界戦3連敗。もう敗戦は許されない。見たいチャンピオンベルトに手が届きませんでした。今日最後の大勝負に挑む。3度目の王座返り咲きなるか、辰吉丈一郎。7度目の世界戦、プロキャリア19戦14勝 11KO4 敗1ドロー、 WBC 世界バンタム級2位、16戦全勝 6KO、 20歳タイの若き貴公シルモンコン・ナコントン・パークビュー、 WBC 世界バンタム級チャンピオン、4度目の防衛戦です。いよいよ両者リングに入場です。ナコントンパークビューというスポンサーを得て家族の生活も大きく変わっています。初めての海外での試合にも父マーノス、兄キニストラ、家族のサポートを受け不安は全くないと話すシリモンコン。16戦全勝の勢いのある王者に来ている隙があるとすれば20歳という若さ。
いずれにせよ慶応決着は避けられそうにありません。昨日の計量では厳しかった減量を物語るように立つした瞬間子供のようにはしゃいだチャンピオン、無邪気な笑顔の中に勝利を確信した表情が感じられました。最後一つナコンナヨックでのキャンプで日本の気候対策も十分、コンディションは 100%、 全てがパーフェクトと自信満々、祈りを捧げるナコントンパークビュー、そして挑戦者チャレンジャーの立吉恭一郎。16歳で国際式に転向しアマチュアの国内チャンピオン、そして17歳でプロデビューを果たしました。キリムンコンの人生を大きく変えた格闘技との出会い、さあ WBC 世界バンタム級チャンピオンキリムンコン・ナコントン・パークビュー、長い祈りを終えました。階段を上がります。ケムローくるんバンタムウェイトパパームアイローク WBC 世界バンタム級チャンピオンキリムンコン・ナコントン・パークビュー、4度目の防衛戦、もう一度祈りを捧げまして、ロープをまたいでリングに入ってきます。世界バンタム級タイトルマッチ12回戦、チャンピオンキリモンコン4度目の防衛なるか、チャレンジャー立吉3度目の返り咲きなるか、この後運命のゴングです。わ、超極細毛、お、こんな隙間や、こんなポケットまで磨けます。いいね。ライオンから植物物語はシャンプーの泡立ちを良くしました。もっと優しく、もっと気持ちよく、植物物語シャンプーとリンス、リンスくんが優しさの目印です。ライオンから。親でさえ白血球の型が一致しなければ我が子に骨髄液をあげることができません。腕からの 10cc の採血で済みます。ドナー登録で生きるチャンスを、お電話ください。公共広告機構です。リング上では日本ボクシングコミッション林裕子コミッショナーのコミッショナー宣言が行われました。それではここで WBC ルールです。12ラウンドのフリーノックダウンシステム、1ラウンド中に何度ダウンしてもレフェリーが試合続行可能と判断すれば再開されます。偶然のバッティングにより試合続行不可能になった場合、4ラウンドまでなら引き分け、5ラウンド以降の場合そのラウンドまでの再戦で勝敗を決めます。使用されるグローブは日本製の8オンス、立ち合い人はアメリカのモーリシオ・モレノです。対戦するのは3人のジャッジ、すべてアメリカからの来日です。ペリー・スミス、トム・カツマレク、ルー・フィリッポです。そしてレフェリーは世界戦136回目アメリカのリチャード・スティール。立吉の試合はこれで6戦目、世界戦ではラバナレスの2試合、そして薬師寺のレフェリーを務めています。レフェリー辰巳新世界バンタム級のタイトルマッチ12回戦を行います。全勝の勢い、ヘイブットスッロー、天使のような美少年と呼ばれるチャンピオン。ここが挑戦者、辰巳新世界バンタム級2位、118番の大阪天元総局、辰巳新世界。3度目の王座返り咲きを狙う辰巳、躍進戦以来3年ぶりのバンタム級での世界戦です。立ち上がりペースをつかみたいチャレンジャーの立吉、最終的には喧嘩、殺すつもりでいくと言っています。相手の距離にいないこと、正面に立たないこと、迷うとヤバそうだけどあの程度なら平気と話す立吉。27歳、7度目の世界戦、立吉にとって挑戦者として青コーナーから上がる最後のリングになります。WBC 世界バンタム級タイトルマッチ12回戦、まもなく第1ラウンドのゴングが鳴ります。舞台は天下人豊臣秀吉の大阪城が見守る大阪城ホール。
20歳の若きチャンピオン、27歳の達也。これが最後の挑戦、吉井会長もそう明言しています。気合が入ります。クリモンソン・ナコントーンビュー、背中が見えています。チャレンジャーは辰吉長一郎、 WBC 世界バンタム級2位です。まずは左のボディ、辰吉だ。じっくりと構えているシリモンコン、チャンピオンです。左の相打ち、ファイティング原田さん、辰吉、はい、は立ち上がりどんな試合を心がければいいですか。僕ね、1回目から行くと思ったんですけどね、こういう若い選手はやっぱり海外でも初めてだしね、はい、調子に乗っかると怖いですからね、1回目からかき回してもらうと面白いなと思ったんですけどね。相手の若いその逆、もろさをつくわけですね。あ、ね、はい、右シリモンコン、非常にでも若さに似合う、これシリモンコン落ち着いてますよね。浜田剛さん、はい、辰吉はシリモンコンのどこに気をつければいいですか。ビー辰吉選手はですね、はい、今ゆっくりした構えではありますけど、出てくれば来るほど勢いが増すんですね。あ、なるほど。出鼻を出鼻出鼻をくじくことですね。辰吉が出鼻をくじいていく。だから真正面の打ち合いになるとこの選手強いんですよ。左ボディビー、左の下空を切ったチャンピオンシリモンコン、相手が出ようとした瞬間をパーンと打つことですね、はい、左のジャブを伸ばしています。シリモンコンの左のジャブはもうストレートのように見えます。20歳の若きチャンピオン、16戦全勝、まだ負けを知りません。左のダブル、タッチオス、このジャブはいいですよ。ジャブいいですか。このジャブいいですよ。ジャブで試合のペースを作っていきます。タッチオス、左チャンピオンの顔面を捉えました。中に入るタッチオス、左シリモンコンのジャブは完全に外したいところですね。あ、外したいところですか。見た目以上にこの選手の左ジャブは威力あるんですよ。そうですか、はい、左から入っていきます。辰吉長一郎、これが7度目の世界戦、現在世界戦は3連敗、ラストチャンスに立てる辰吉、ダリーナイスダリー、ダリージャブ打ったら動きを止めないことですね。あ、ジャブ打ったら動きを止めない、絶対止めないことですね、はい、ダリー、そしたらどんどんこの辺に出てきますからね。出てこなかったら怖くないですから。しかしチャンピオンも冷静です。右辰吉、ダリー右、シリモンコンチャンピオン右合わせをきます。チャンピオンの連打、左チャンピオン、スウェーデンかわした辰吉、左辰吉、ナイスジャブ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 、おっとこれはスリップ、スリップ、チャンピオンの膝が単発に効きましたが、これはスリップ。左のアッパーから、今のところジー、ナイスジャブ、ヒルモンコの出番が効いてますからね。出てますか、ジー辰吉、左から、左の引く、いい攻めですね、いいですよ。真正面から打っちゃった感じですよ。真正面は打てない、真正面から打っちゃったら強いですからね、この選手は。出花出花、くじいてればいいですから、ペース乱れますからね、この選手は。あっという間に第1ラウンドが終了しました。第1ラウンドが終了しました。ファイティング原田さん、はい、辰吉の1ラウンド目、いかがでしたか。うん、いいですね、僕はいい攻撃だと思いますよ。あ、そうですか、はい、浜田剛さんはどうご覧になりますか。やっぱりいい出だしですよ、相手の出花をくじいてますからね、はい、そのペースを中盤まで続けたいですね。ラウンド目の王座返り咲きを狙う辰吉、4度目の防衛戦のシリモンコン・ナコントン・パークビュー、 WBC 世界バンタム級タイトルマッチは第2ラウンドに入っています。画面左側がチャンピオンのシリモンコン、辰吉が前に出ます。左一人、相手のパンチをかわして左のボディ、引のパターンの練習をしていました辰吉長一郎です。ちょっと真っ正面すぎるところあるんですよね。そうですか、打ったら水横を動くことですね。戦前の辰吉もその正面には絶対立たないことと、そういうふうに話していました。ジャミのジャブをついていきますシリモンコン、チャンピオン浜田剛さん、はい、シリモンコンの動き自体はどうなんですか。シリモンコンはどっちかというとスローな選手なんですよ、はい、これは打ち始めていくとだんだん勢いを増すんですね。なるほどね、だから相手が打ってくる前に打つことなんですね。辰吉としては序盤でペースをつかみたいところです。やりの引く、続いてのジャリジャブ、はい、辰吉サイド吉井会長ですが、正面に立つなという指示ですね、はい、それからチャンピオンのシリモンコン、今日は良くないぞという判断をしています。なるほど、ただ昨日の計量の時とは違って体が一回り大きくなっている、一日で回復しているという判断です。
昨日の計量ではパスした瞬間に子供のように跳ね返ったチリモンコン、かなり減量が厳しかったことを予想させました。そういう面では面白いですね。そうですね、はい、非常に前半でね、質問でもちょっと面白いですよね。動き自体は達成するのがいいですね。スピードもありますしね、はい、よく言いますと減量しちゃっただけで右のストレートボディ打ち込んだりですね、あれからジャブからね。辰吉の攻撃のパターンとしては左をボディ、そして顔面へ、この練習を繰り返し行っていました。右のアッパーは禁物や、相手の右ストレートを空気離しています。辰吉左左前へ出る辰吉、ちょっとまだ正面すぎますよ。正面すぎる、はい、今勢いに乗りつつありますけどね、辰吉、正面すぎるところありますね。もっと左に回った方がいいんですか。それは左とは限らず右でもいいです、なるほど。とにかく真正面からフェイントかけて横にこうやって速攻突っ込んだりですね。縦の動きよりも横の動き、そうそうそう、いい、これは空を切った辰吉。真正面から来ると相手のまっすぐの左ジャブが飛んできますからね、はい、左ジャブの球、チャンピオンのパンチを返します。左のガードをブラッと下げた辰吉、左左いい、辰吉の右、チャンピオンも挑発するようなポーズを見せる。左の相打ちアッパー、チャンピオンのアッパー、体で当たる。第2ラウンドに入っています。左、どんどん出てきますよ、チャンピオン左。あ、そうですか、はい、右から左入ろうという辰吉、チリモンコンがバックステップ、後ろに逃げました。チャンピオンの左のジャブ、右、ぐらりとガードを下げている辰吉です。残り10秒を切りました。第2ラウンド、左のヒッター空を切った、右から入っていく辰吉、第2ラウンド終了です。両者の体格比較です。予備検診ではシリモンコンの身長は 166.7 センチだったんですが、本人によりますと168センチ、そうしますと辰吉との差は約4センチになります。リーチはほぼ同じ、際立つのは脅威のサイズです。辰吉が 11.5 センチも上回っています。100ラウンドの集中的なアッパーリングの成果が筋力アップにつながった辰吉、大阪帝拳吉井会長もだいぶ背中に筋肉がついたと話しています。パワーアップした辰吉です。左で前に出る辰吉、左を出してきましたチャンピオン、左いい左だ辰吉、いい空を切った辰吉、謎の世界戦、世界戦は3連敗、背水の陣の辰吉恭一郎、左スウェーでかわしますチャンピオン、左右のコンビネーションを見せてきますチャンピオンのシリモンコン、ナコントンパークビュー。浜田剛さん、はい、しかしチャンピオンは冷静ですね。冷静ですけどね、調子にはまだ乗れてないですよ。乗れてないですか。乗れてないです。辰吉としてはチャンス、20歳の勢いはありますが、若さは反面もろさも持っています。鈴木さん、はい、チャンピオンコーナーですがね、はい、最初立ち上がりはもっとジャブを使っていけということですね。このラウンドが始まる前はワンツーをもっと多用していけ、ワンツー、右をもっと力を入れて打てと、なるほど、この指示に変わりましたね。今その右のストレートが入りました、チャンピオンのスリモンコン、ジャリー、おー、ホームリーした、いいパンチ入った、タッチオス、ジャリー、ジャリー、ジャリー、タッチオス。浜田剛さん、はい、辰吉はあまりボディの方は狙ってきませんね。本当はですね、この選手はボディ有効なんですね、はい、アップスタイルですからね、ボディが当たりやすいんですね。なるほど、状態が立ってますから、ガードも高いですからね、メーカーの出身ですから。政権の吉井会長も体格の割にはボディが薄くて細いと話しています。早いラウンドでボディ、いやー、チャンピオン、ボディにいい攻撃が入ればと話していました。左のジャブをついていきます辰吉、ジャブをついて右ストレートをボディに打ったら入りやすい体型とありますよね。辰吉、はい、の入り花、チャンピオンのスリモンコンがアッパーを見せていきました。非常にこのアッパーも怖いところ、1人チャンピオン右、あ、1人チャンピオン、1人横に大きく動いてみたいですね。横に大きく動きたい、はい、今の前に前に前にという攻めですからね。そうですね、はい、そうしたら相手の右ストレート今打ち落とそうとしてる、ああ左、いいあるね、右を打ち落とそう、打ち落とそうとしてる、狙ってるところありますからね、はい、左辰吉、いいかわします、チャンピオン、左入った
ボディからチャンピオンの攻め、ボディーブローを左、タピオス、さあ連打、さあボディから顔面へ、前へ出たタピオス、左のジャブでうまく突き放す、右のストレート、チャンピオン、正面から、タピオス、おっ、さあ、タッチいく。B、タピオス、左。第3ラウンド終了です。第3ラウンドチャンピオンの右をご覧いただきます。最近原田さん、はい、王座を取ったホセルイス・ブエノ戦も右のショート、右はかなり威力ありますからね。そうですね。でも今のパンチだと大きくパンチだし、はい、どっか出るか分かりませんけど、3を切ってもらえると思います。ああいうのはやっぱり嫌ですね。そうですね。パンチが当たってきますとね、はい、パンチが当たってきますとどうしてもペースになりますからね。なるほど。第4ラウンドが始まりました。達吉君いいペースで来てるんじゃないですか。はい、3年ぶりのバンタム級での世界戦になります。達吉丈一郎です。吉井会長はリチャードソンからタイトルを取った時よりも仕上がりはいいと話していました。おー、いるよ、今の左ついてるよ。下がりだ、タッチオシ。そうですね、尻元。B! タッチオシと右、タッチオシ。甘いんですよね。甘い。おー、左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 、有効ですよ。さあ、タッチオシ前に出る。パンチオンが下がっている。パンチオンが下がっている。さあ、タッチオシ前に出る。パンチオンを回復した。さあ、左、左、前に出る、タッチオシ。今みたいなカーブの4号かかる。おー、いいでしょ、いいでしょ。あー、見て返った、パンチオン。ナイスボディ、ナイスボディ、右のストレート、チャンピオン、左のスキュー、左のスキュー、タツヨシ。さあ、タツヨシコールが鳴り響きます、大阪城ホール。おー、ナイス、はい、右のストレート、タツヨシ。さあ、前に出るタツヨシ、第4ラウンド、チャンスを迎えています。左、左、チャンピオンが左、冷静に放っていきます。後ろに下がるチャンピオン、タッチオン。ここでもう一度揺さぶってみたいですね。揺さぶる、はい、どのように揺さぶればいいですか。踏み込むふりをしながら横に動く。なるほど。横に動いてそこから踏み込むと、フェイントを入れたりするわけですね。チャンピオンだんだん焦ってきていますからね。焦ってますか、はい、ここまで3度の防衛をしましたが、いずれも楽勝の防衛でした。鈴木さん、はい、タツヨシサイドの指示は2つです、はい、打った後の左のガードが下がっている、その点に気をつけろ、はい、それから上ばかり狙うな、もっとボディを狙っていけ、この2点です。このラウンドはボディを打ってますね。いや、最後ですね。ここではいいですよ。はい、ああ、1人、はい、いい、タツヨシ、ああ、見つかった、チャンピオン、2人、左のスクー、タツヨシ、今、正面立ってますね。正面立ってますね。正面立ってますよ。ガードが怖いですよね。ちょっとガード下がってますね。タツ、チャンスはありますけど、ガード低いですよ。はい、カマンツー、タッチヨシ、おーっと、左チャンピオン、ちょっと正面立ってきますね。さあ、それでやった、接近戦、頭をつける、左のボディ、タッチヨシ、フリー、フリー、タッチヨシ、フリー、さあ、体がくの字に曲がるチャンピオン、フリー、タッチヨシ、おー、タッチヨシ、フリー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 、さあ、タッチヨシ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 、ボディ、ボディ、さあ、タッチヨシ、大歓声に沸きます大阪城ホール。最後のポップ、最後のリモット、第4ラウンド終了です。タツヨシ、タツヨシに、タツヨシに調子火がついてきました。さあ、第5ラウンド始まった、ラストをかけます。さあ、2人、タツヨシ、次にゴンゴンも出てきますよ。勝負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 、ボディブロー有効ですね。ボディブロー有効、ビーンですよ、ビーン、でもこれは勝ち越しですよ。もう2人、ビーン、2人、2人、勝ち越るんだ、勝ち越るんだ、もっと続けたいですね、もっと続けたい、もっと続けたいですね。ジャンノフク、ジャンノフク、ジャンノフク、チャンピオン、チャンピオン、チャンピオンが出てきています。ここはチャンピオンも意地を張ってから頑張ってくださいね。チャンピオンも右、そこは勝負どころですよ。さあ、ところ第5ラウンド、王座回復で決まるか、バッチ押し、チャンピオン、クリモンソンを本気にさせました。頭を打つ、キリモンゴンボディーブロー嫌がってるんですよね。嫌がってる、嫌がってますよ。体が強気になってますからね。
左チャンピオン、頭をつける、ここは勝負ですよ、アービリーチャンピオン、左のアッパー、左のアッパー、勝ち打ち、ラリー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 、ラリチャンピオン、チャンピオンもやっぱりここはフリーを投げてますね、頭をつきます、接近チャンピオン、さあ3エンド、タッチオフ、そして2ボディ、1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 ボディ、3エンド、さあタッチオフ、コースに乗ってきた、タッチオフがコースに乗ってきた、右足を使ったチャンピオン、チャンピオンも右、頭をつきます、接近チャンピオン、ここのところ調子に乗っているキルモンコン、第1戦ですよ、第1戦です、第1戦です、第1戦です、果たしてチャンピオンが迎えた最初の厳しい試合になりました、ボディーブロー上がってます、上がってますか、上がってます、おーナイス、あーっとっとっと、ただ離れがもうない、ガラだけ怖い、はい、ガラ投げて、ラグレーが、ひざぎた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 、チャンピオンボーナス、ボディチャンピオンボーナス、ボディが効いた、ボディが効いた、ボディが効いた、さあタッチオフ、タッチオフ、タッチオフ、ナイスボディ、ナイスボディ、ナイスボディ、さあ詰めろ、タッチオフ詰めろ、チャンス、チャンス、こっちはもっと詰めき、もっと詰めき、50秒、さあチャンス、王者返り勝ち、抜けてタッチオフ、チャンス、ナイスボディ、ボディが効いています、チャンピオンボーナス、チャンピオンボーナス、チャンピオンボーナス、マインドのタッチオフ、聞いてますよ、聞いてますよ、3年ぶりの王座帰ってきたのか、3度目の王座帰ってきたのか、チャンスよし、チャンスだ、チャンピオンダウン、チャンピオンダウン、タッチオシがぐるぐると手を回しました、さあ世界チャンピオンなるか、タッチオシ、王座帰り先なるか、チャンピオンは聞いています、さあ残り9秒、もう連打連打、チャンス、連打連打、ナイスディー、ナイスディー、ナイスディー、全部連打、タッチオシ、タッチオシ、さあ連打、右のスタート、もう一回なんかアウトしたいですね、タッチオフチャンス、最後のエンド終了です、チャンピオンにダウンがありました、最近原田さん、はい、次のラウンドは勝負ですね、そうですね、もう効いてますからね、ボディがかなり効いてますよね、はいはい、ボディも顔面も効いてますよ、効、はい、いてます、さあタッチオフ3度目の王座返り咲きへ向けて第6ラウンド、チャンスですよ、ただやっぱり来ますからね、ガードだけはしっかり見てもらいたいですね、果たしてチャンピオンは完全にグロッキーだ、さあタッチオフ第6ラウンド、このラウンドで世界チャンピオンだ、左のボディから入った、ああ左右サイドランド、タッチオフサイドル、チャンピオンの打ち返す、ああセミの戦法だ、チャンピオン、これほど苦しい防衛戦は初めてです、チャンピオン20歳若さ勢いモロハの剣、キーモンゴンがこれだけプレゼンスも初めて見ましたね、タッチオフと人を繰り広げたビッセル・ラバネラスも大差の判定を勝ったキーモンゴン、20歳のチャンピオン、全部払う、全部払う、タッチオフ前へ出ろ、ボディ前に出て頭を振ることですね、ガードちょっと低い、ガード低い、ガード低い、狙ってるか、ああ1人1人2人、タッチオフ右1人、ボディキーラー、さあタッチオフボディを使うところです、ここで相手が繰り引いて、自分繰り引いて相手を繰り引いてるんですからね、さあ2人頭をつけるチャンピオン、タツヨシの倍以上苦しいですよ、相手はチャンピオンの口が開いています、さあタツヨシ頭をつける、第5ラウンドにはダウンシーンがありました、チャンピオン生涯2度目のダウンです、タツヨシ右の1人、左のボディ、そうナイスボディ、連打左の連打、全部ボディ、頭をつけます、背水の陣で臨んだ、タッチオフ右のストレート、ひざ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 、ボーナスか、タッチオフチャンス、タッチオフチャンス、左のスキップ、右右左、サイドランダー、サイドランダー、タッチオフチャンス、タッチオフチャンス、右チャンピオン、右チャンピオン、ロープで背負ったタッチオフ、さすがチャンピオン、ボディ攻撃だ、さすがチャンピオンですね、ああ1人、しかしボディを嫌がっています、ボディを嫌がっています、チャンピオン頭をつける両者、選手もう一回ここで打ってて、ね、足が食らいついた、チャンピオン、連打してもらいたいですね、さあ連打、さあ打て、タッチオフ、そう、OK、チャンピオンはグロッキーだ、縦にグロッキーだ、グロッキーチャンピオン、タッチオフの手もちょっと止まりました、キリモンゴはタッチオフの倍以上苦しいですよ、はい、完全に背中が丸まっています、チャンピオン、タッチオフチャンス、タッチオフ、チャンス、ここで打つのが面白いですけど、ジャラパイ、チャンピオンの右、チャンピオンの右、タッチオフ、チャンピオン、しかしこのチャンピオンのパンチにも命がなくなりました、
体を厚くて前に出るチャンピオン、苦しいチャンピオン、勝ち越しはチャンスだ。さあビリー、ここで勝ち越しチャンスを食らってはいけませんね。そうですね。ボディだ、ナイスボディ、ナイスボディ、ボディの連打、嫌がっているチャンピオンが嫌がっている。いやチャンピオンにスピードがなくなりました。諦めませんね、諦めませんね、さすがにチャンピオン。勝ち越しに勝った後にはシニアフェザー、フェザーに上げて3階級制覇をしたいというチャンピオン。この後アメリカのあーヒートがドンキングプロモーターの助けを得まして、アメリカラスベガスへの進出がかかっています。チャンピオン、さあ立ち吉、どうした立ち吉、第6ラウンド終了です。第6ラウンドまでが終わっています。最近原田さん、ちょっと立ち吉後半疲れましたか。そうですね、やっぱりこれからやっぱり本当にお互い疲れてますからね、これが本当に記憶ですよね。しかし立ち吉には後半の頑張りがありますからね。やっぱり、やっぱり練習やったんですね。だから本当にもう記憶ですからね、ここは。苦しいチャンピオン、チャンスだ、タッチオス。第7ラウンドが始まりました。WBC バンタム級タイトルマッチです。さあ、ボディ、タッチオス、頭をつける。20歳の若きチャンピオン、16戦全勝、シリモンコン・ナコントン・パークビュー。一方のタッチオス、これが世界戦7度目、現在は世界戦3連敗、ラストチャンスにかけるタッチオス、チャンピオンの右、やっぱり、なるほど。ナイスボディです。ナイスボディ、ナイスボディ、ナイスボディ、あのボディ、あ、打ちたい、右、お、一人、あー、チャンピオンが来ましたね。鈴木さん、鈴木さん、チャンピオンコーナーですがね、とにかく今日お前どうしちゃったんだと、随分セコンドを慌ててますね。なるほどね。それで相手も疲れてきてる、前に出て打てと、右を力入れて打てと、そんな指示ですね。もう鈴木さんの右、ちょっと正面立ちすぎません、正面すぎません、正面すぎません、正面すぎる、正面すぎません、チャンスを打たしちゃダメですね。あ、打たせていただきますね。あれさっきウィグリシャンよく出ましたからね、はい、空振りさせてましたから。あ、一人一人前に出てくるとこの選手は加速ついてきますからね。藤木さん、はい、立ち吉サイド、下がった時にもらうパンチに気をつけろ、それからボディを狙っていけ、この2点です。ボディから活路を見出しました。そして段を奪った立ち吉、しかしこのラウンドは簡単に打っている。立ち吉が防戦に回っている、口を開いています。チャンピオン、苦しいチャンピオン、前のベリー倒れていました。チャンピオン2度目のダウン、2度目のダウン、立ち押し、立ち押し、さあ行け立ち押し、このラウンドはまだ時間がある。3度目の返り咲きに向けて立ち押し、2段のボディが引いている。ボディ、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 ボ日本世界王者不在の時代に幕を下ろしました。立ち吉丈一郎、世界バンタム級チャンピオンに輝きました。リング内は騒然としています。20歳の若きチャンピオン、無敗のスリモンコン・ナコントン・パークビューを KO で葬りました。リチャード・スティールが割って入りました。見事テクニカルナックアウトでのタイトルマッチ、チャンピオンは涙を流しています。20歳のチャンピオン、世界初めての海外で涙を飲みました。立ち吉丈一郎、3度目の世界王座返り咲き、再び世界で一番の男になりました。ファイティング原田さん、しかし素晴らしい試合でした。いや素晴らしい、立ち吉君は本当に素晴らしいな。これはもう勝つと負けると全然、本当に素晴らしい試合でした ね、浜田剛さん、はい、勝因は何だったんでしょうか。やっぱり勝ちたいという一心でしょうね。コロナの試合はですね、技術的、レベルよりも精神的で勝ったようなもんですね。出だしからものすごいプレッシャーをかけてきました、ね、いや本当にね、これだけ不利な状況の中でよく勝ちました、はい、泣き崩れる20歳の王者スリモンコン、そして笑顔が見えています、立吉丈一郎。3年ぶりの王者は以上に乗ってるんですからね。史上3人目という3度目の王座返り咲きを果たしました。立ち吉、菅谷トレーナーが後ろから抱きかかえます。見事7ラウンドテクニカルナックアウト勝ち。
辰吉翔一郎が再び世界の頂点に立ちました。3度目の王者返り咲き、辰吉翔一郎、辰吉翔一郎が再び世界の挑戦、世界でただ一人の男になりました。リング内は当然、そして大阪城ホールからは辰吉コール。20歳の若きチャンピオン、舞台のスリモンコンナコントンパークビューを葬りました。泣き崩れるチャンピオン、これがプロ初めての敗北になります。最近原田さん、かなり全勝という勢いがありましたが、20歳のもろさというのも見せましたね。そうですね、やはり減量の失敗とかですね、そういうものをあらゆる面で、さっき言ったようにその日本のプレッシャーまで、それは、ね、それをですね、よくやっぱり辰吉君は最初からそのついていきましたね、非常にいいペースだと思いますよ。辰吉の腰に巻かれているのは3年ぶりの WBC 世界バンタム級のベルト。見事3度目の王座に返り咲きました。日本では柴田純明さん、そして輪島浩一さんしか成し遂げていない3人目の3度目の王座返り咲き。 WBC 世界バンタム級チャンピオンは辰吉翔一郎、大阪に大きな姿で戻ってきました。から1084日、2度目の返り咲きは暫定王座でした。世界に一番が2人いたわけであります。3度目に成功、約5年ぶりの世紀のチャンピオンということになりました。辰吉翔一郎、辰吉コールが鳴りやみません。見事王座返り咲き、辰吉翔一郎、7度目の世界戦ラストチャンス。引退を支えかれていた辰吉、再び辰吉時代が日本ボクシング界に始まりました。吉井会長と抱き合います。あ、涙が出ています。辰吉、放送席、それではお話を伺います。新チャンピオン辰吉翔一郎選手です。辰吉さんの身に涙が浮かんでいます。まず今の気持ちを一言聞かせてください。今回に限らずずっとね、自分のわがままで自分勝手にボクシングやってきて、別にファンのためにやってるわけじゃないですよ。それでもこうやって、ね、応援してくれて僕みたいな人間をありがとうございます。でそれから亡くなった西原先生と、で僕の親友でもあるフレイド・カナク選手、で講演会の会長で、講演会の応援団の会長で、小森さんにぜひ今日のことを伝えたいです。辰吉さん、これで今日本にいる世界チャンピオンは辰吉翔一郎ただ一人です。皆さん本場での連続みたいなわがままの男、やはりこの地元大阪の声援は力になりましたか。日本でやったことが唯一の、やっぱりクレーマン会場に感謝したい。何度もチャンスをくれた。 I'm very proud, very proud, big time. タッチオス、見事に世界王座返り咲き。それではこの後 KO ラウンドを振り返ります。